500峠は、石川県小松市にある標高450メートルの峠である。小松市南部の西尾地区の最南部、佐谷川の最上流部である小小屋町と新丸地区北端部であり、一級河川鉄取川の支流の一つである第二地下沿いの丸山町との境に位置する。最上部周辺は、杉などの木々が生い茂っているが、後日の500峠トンネルを境に、 トンネル北側は、大倉学を、南側は、道山や、遠く、加賀平野を望むことができる。木々が生い茂り、通行困難であった東峠を、尾の五百兆を使って切り開いたことから名付けられたと、伝えられている。かつてのルートは、里屋往来と呼ばれ、現在の小小屋町から、小小屋鉱山資料館に併設された、ポッポぎ社展示館付近に位置する白山市当町に、 至るルートとの交差点を南に分岐し、丸山道と呼ばれた集落跡や、現在の大倉岳高原スキー場付近にあった500枚の小さな棚田を経て、さらに20以上の99折の急坂を行くものであったが、1919年以降10年にわたり、500峠トンネルの改作などといった大工事を行い、自動車が通行できる現在のルートとなった。このルートは、 群道小松新丸線から新丸小松線として県道に認定され、その後、丸山上本接線、主要地方道小松勝山線を経て、現在の国道416号となっている。新丸村の村生時代から小松市中心部へ至るメインルートである。500峠トンネル付近の様子かつての里屋往来は、廃道となり、当時の500峠を示す標識などは設置されていない。 現在の峠道である国道416号の最長部は分岐点となっており、大倉岳高原スキー場山頂部の無料休憩所であるホットハウスやは多谷に沿って大日湖に至る道路が通じている。このうち和谷に沿って大日湖畔へ通じる道路は、かつての県道心、瀬尾小屋停車場線の一部であり、ダム湖に沈んだ小松市小原町のある大日湖畔へ至る。 峠に通じる国道416号の峠前後の車道は一車線の福音である。峠北側は所々に自動車が行き違いできる程度の拡幅が施されている。ものの、急坂急勾配の坂道が続き、また自動車の行き違いが困難な断崖絶壁の境外部も存在している。対照的に峠南部は比較的緩い坂道で見通しの良い直線区間もある。 新丸地区の過疎化が進行し、同地区全域が当期無人集落となったことから、現在では、東峠を含む小山地以南の国道416号は、毎年12月上旬頃から翌年4月下旬頃まで閉鎖される。500峠トンネル500峠の北にある小松市の小山地に位置する国道416号のトンネルである。延長81メートル。 総福院3.4メートル。路面はコンクリートで舗装されており、平面線形は直線で縦断勾配0.5%である。照明設備はなく、非常電話や消火器、火災放置器といった非常施設も設置されていない。有効高4.0メートルであるが、高さ制限3.1メートルの規制標識がトンネルの前後に、 また、小小屋町の国道416号の異常気象時閉鎖ゲートにも同様の看板が表示されている。ありがとうございます。